テリー寿司屋の車の話始まりました。はい、どうも。ケイちゃんはどうもなんかね、はい、お久しぶりです。どこへ行ってたの海外。本当に。すっぽかした方がいいんじゃないですか。ちょっと体調崩しちゃって。あ、そう。ケイちゃんどうでした最近の車状況は。いや、これもあれですよ。ジャパンモビリティショーがあったじゃないですか。面白かったよね。ねえ。いや、僕これ行って、行ってた。行けばよかったね、3人で。ね、いや、本当に、ね。なんで行かなかったんだ。なんでこの番組で行かなかったの。本当に行けばよかったよ。おかしいだろ。いや、面白いよ ね。だってみんなそれぞれ行ってんのに、この番組でなんで行かなかったんだろう。俺、BYD でステージでトークショーやってたの。あ、そうですか。私、KYB でトークショーやってました。なんだそれ。かやば。でも、あれだって、BYD ってあの、ま、分からない方もいらっしゃると思うんですけど、はい、中国のね、そうそうそう、メーカーで、これは意外といいんですよね。世界第2位、うん、いやそうなんです。アメリカのテスラが今一番電気自動車で売れてるでしょ、はい、うん、第2位が BYD、そうですよね。でね、今回も日本にもね、ええ、コンパクトな車が入ってきましたね。そうですね、アット3ドルフィンときて、このシールですよね。さすが一応ね、さすがジャーナリスト、ね、いいですよ ね、 いや、いいです、いいです。で、今日は何やるの。あ、今日はね、どうですか、お願いします。これ前振り長すぎなんだよ。そうなんですよ日本旧傾斜会という団体さん知ってます。旧社会、旧式の旧傾斜会。おー、うん、あ、旧社会は知ってるよ俺。そう、あれ古い車なんですけど、はい、軽ってことは、あれですね、はい、軽自動車ってことですか。正解でございます。なるほど。そうなんですよ。古い軽自動車なんですけど、うん、日本の独自のね、規格、あのエンジンの排気量 360cc ってあったじゃないですか、うん、昔ありましたね、はい、あの軽自動車を保存していくために愛好者の皆さんが立ち上げた、ま、団体なんですって、うん、なるほど。で、今回はそんな日本旧軽車会にスポットを当てまして、うん、旧軽車の魅力を深掘りしていこうと思っております。いいですね、はい、いいじゃないですか、はいはい、そしてですね、うん、そんな軽自動車の旧車を愛する日本旧軽車会の会長の吉崎さんにお越しいただいております。よっ、おはようございます。こんにちは。よろしくお願いします。え、いつ発足したんですか。ですね、これは2017年に私が発足いたしまして。新しいですね。いわゆるあの最初はツーリングのクラブだったんですよ、うん、はい、ところがあのいろいろあの今町おこしとか、あのスーパーさん、例えばアリオさんとかの、うん、頼まれまして、はい、でイベントを企画して、今年間で今20回ぐらい、ほ、埼玉県内中心に一部長野もあるんですが、イベントやらせてもらってます。何人ぐらいいるの、ね、メンバー、うん、メンバーはですね、一応25人ぐらいで、回してます。少ないですね。少ないです。もうあんまり増やすと逆にもう目が行き届かないんで、なるべくそれに増やさないようにして、現状の人間で、まあ、イベントを、まあ、中心に、やらせてもらってます。メンバーの方おいくつぐらいの方が多いですか。ですね、私 もう71なんですけど、はい、大体50代、60代、70代、うん、いわゆる、まあ、昔 の、 その360が若い時に、免許取った人間が、中心に動いてます。吉田さん自体は何代ぐらい所有してるんですか。はい、今20代ぐらい持ってます。20代、はい、個人で。個人でどこに置いてるんですか。私の息子がちょっと車の中古車販売やってるんですから、そこの車庫に、うん、ガレージを作って。どちらで。埼玉県幸手市というところなんです。その20代は売ったりはしないんですか。いや、もう私の宝物なんで、綺麗にもう毎日のように磨いてます。うわ、はい、それもちょっと見てみたいですね。ぜひ、ぜひお出かけください。あ、それ見てみたいな、その20代、まあ、将来車を運転できるようになったら、ちょっと軽の博物館作ろうかなと。素晴らしい。考えてました。いいですね。なるほど、はい、じゃあちょっと吉崎さんにですね、はい、好きな旧軽車、はい、3選発表していただきたいと思うんですが、まずですね、はい、私が免許を取りまして18歳で取って、一番最初に取ったのはスバル360、はい、ほら、かわいい。今写真写ってますけど、うん、まあ、これ空冷でリアエンジン で、うん、で私田舎が群馬なもんですから、はい、富士重工がちょうど太田にあって、あ、ね、ほとんど県産車で、うん、群馬県民はスバル乗れっていう、まあ、お達しがあったかないか分かんないんですが、うん、乗りました。それでこれ要するに観音開きなんですね。うん、だからこれハンドアにしちゃうと風で開いて殺人ドアって言われたこともある、非常に。で、まあ殺人ドア、これ夏はまあそうなんですけど、冬はもう結局
あの寒いですから群馬は、うん、あのヒーターが効かないんですよ、空冷なんで。そうですね、で夏はね、あの三角窓がついてるんで、それで風が入るんですが、前についてるんですか。そうです、あれ三角窓、それとあと、うん、あのそこの真ん中 の, あのところから空気が入って足元が冷えるようになってるんですけど、うん、やっぱり空冷なんだ ね, ね, ね、確かに空冷の車は。で一番最初のSバルは3速で、うん、いわゆる4速じゃ3速なんですよ、はいはい、でオーバートップというのが4速でついてました。うん、でフルシンクロじゃないんで、あの交差点止まらないとローに入らないというそういう欠点があって、あ、なるほど、ね、でみんなこれギアへ行かれちゃうんですね、走ったものを入れちゃうと。シンクロがない時代です、ね、非常に可愛い車で、今現在もかなり高値で今取引してますね。これ現在いくらぐらいなんですか。ね、大体150から200の間です。結構しますね、高いね。うちにもこれ後期になると実はヤング SS とかって出てくるんですか。ヤング SS、 あのフロントのところにはラインが入ってる、こうピッてなんか斜めにラインが入ってるやつだ。そうそう、上もちょっと変わってね、ありまして、それはあの上コンバーチブルになってるんですか。これはこれ違います、これは普通の、まあ、コンバーチブルもありましたけど、これは普通の屋根で、うん、そうなの。なんかこれでリアウィンドウがあのこれプラスチック、うん、軽量化するために後ろ の,、ま、あの窓がプラスチックなんですよ、うん、じゃあ割れちゃうんですか。で結局あの年代経つと太陽の光で劣化しちゃって後ろが見えないという非常に難点もありますね。それで本当に初期ですね、1960年代、あの、まあ、ホンダ N と一緒にこう争った。あ、そっか、軽量車ですね。ホンダ N ね、ま、N の前は正直言ってスバル360の一人勝ちだったんですけども、うん、そうですね、ホンダの N360 が出てきて、はい、うん、若い人がホンダに移っていくんだよね、うん、あの前輪駆動で、うん、そういうような、 なんか流れとして、僕なんかはちょうど時代的にはスバル360よりもホンダの方がかっこいいんじゃないか。ちょっとこのミニクーパー似てるでしょ。そうですね、これはどっちかというと、まあ、ビートルに似てる、ね、まあ、いわゆるテントウムシっていうあだ名がついて、ね、うん、まあ、これのクラブもテントウムシの書いてクラブもあって、うん、そこは100人ぐらいのクラブなんですよ、うん、ただみんなもうロートルになっちゃって、結局あのもう70、80しか人が乗れなくなっちゃって、みんな今結構手放してる人が結構多いです、うん、手放してもさ、うん、次の、ね、オーナーが綺麗に、ね、乗ってくればいいし、じゃあ続いての、はい、続いていきましょうか、はい、じゃあ吉崎さん2代目の、はい、好きな愛車、はい、これあのやっぱり同じスバルの2代目のスバル R2 っていう、はい、いわゆるあの当時はあのスバル車がもう大事な下火になってきて、それでこれを斬新なあのこれフィアットにちょっと似てるんですけれど、これもあの空冷のリアエンジンで、あの非常にその、まあ、これもやっぱりヤング S とか SS とかあって、うん、あの結構スポーツタイプもあって、これ SS ですもんね。はい、これ SS ですね。これはツインキャブで、うん、あのキャブレタック2つあって2気筒なんですけど、うん、結構馬力も30馬力ぐらいあって意外に坂道強かったですね。この空冷だからさ、フロントグリルがないじゃない、うん、ああそっか、ね、今の電気自動車みたいな。そうですね、うんうんうん、確かにあのね、あれ今吉崎さんが言われるみたいに、うん、やっぱイタリアの車を意識したね、あのフィアット系の形ですね。前にホグランプがついてるでしょ。そうだよね、このホグランプがつくだけでね、当時おホグランプがついてるってね、ドキドキしたんですね。であのこの方眼ミラーっていうのが人気で当時、はい、まあ、これにあのベレットのミラーつけたり、いろんなやっぱり変更ができるんです。でこれあの前フロント開けると荷物室なんです、タイヤが入って荷物室なんですけど、はい、あのボンネットのところについてるもんですから、うん、買いやすいっていうか、普通フェンダーのところなんですけど、うん、ボンネットにあのネジがついてるんで、うん、あのすぐ買いやすいっていう結構考えてみたら、ボンネットにミラーがついてるなんて聞いたことないですよね。ない、ね、まあ、これだけですね。普通はフェンダーについてるんだもんね。だからフェンダーミラーって言いますもんね。ボンネットミラーですね。これが人気で、すごく今すごい高値で、この今これ高いの。高いです。砲弾ミラーをこう高くしないと運転席から見えなかったんですよね。そうですね、あの高さを、うん、なるほど。これで今いくらぐらいで取引されるんですか。やっぱり150から200ぐらいですね。ですね、最近コロナ明けでまた高くなったんじゃないですか、うん、で特に 赤と白が人気で。あ、そうなんですか、はい、そうなんですか。 R2 はそれからずっと時を経てね、名前だけ R2 のね、全然違うの出ましたけどね。これの次があのレックスっていう車、今日私乗ってきたんですけど、レックス、はい、そうなんですね。レックスは知ってる、はい、さあそしてじゃあ3代目のですね、はいはい、お好きな休憩車、これあの三菱ミニカって、はいはい、あの車で A の101型っていう、これあの今年が乗ったのは72年で、うん、あの水冷になって、あ
そうだ、オーバーヒートしにくくなった。これだってグリルがあるもんね、はいはい、でやっぱり欠点的には運転席が狭くなっちゃったんですよ。前にエンジンが来たんで、うん、あの後ろも、まあ、狭いんですけど 前が狭くなって、でこれの特徴っていうのはあの椅子がですね、こう後ろの人が乗りやすいように2ドアなんで、うん、斜めに倒れるようになってるんですよ。だからあの乗りやすくなった、はい、でも昔は小さいじゃないですか、うん、これに家族4人がさみんな乗ってさ、うん、長距離ね東京だと箱根まで行ってさ、これって初めて水冷になった休憩車になるんですかね。そうですね、うん、あのまあ、他のメーカーはあの2サイクルが多かったんですけど、うん、ホンダさんだけは、はい、あの AN で、4サイクル、うん、はい、で結局ラジエーターの前にあのこういうまっすぐなプロペラがついてそれで冷やすんですけど、だいたい冬はオーバークールになっちゃうんです、うん、で夏はオーバーヒートしちゃうんです、うん、だからみんな工夫して、私なんかも4枚までにして、うん、あの回していくらか風が入るように、うん、だからボンネットを少し開けて走るってこともしましたね。え、ボンネットを開けたらバシャンってなんないんですか。なったことあります。うわ、ええ、だからそうしないと夏は特にボンネット開けて走るって、で水温計2見てないと本当にあの温度が上がっちゃうんで、温度上がった時はもうヒーターで熱を逃がすしかないです。あ、なるほど。これ今言われたね、吉崎さんは車に対する知識があるから、はい、あれなんですけども、例えばこれをね、うん、今例えば車屋さんで買って、はい、そうするとまた同じような現象が起きちゃうんですか、うん、そうですね、ちゃんともう、今対応になってるんですか、うん、いや結構やっぱりそのファンがやっぱりダメなんですよ、うん、だからあのホンダの車ってのは同年式で、これ70年型だと思うんですけど、うん、72年ぐらいからのホンダ、今日もライフ来てますけど、電磁ファンがついてる、電動ファン、うん、でポンプがあのダイヤフラムじゃなくて電磁ポンプになったんですよ、三菱の。それからもう燃力よくようになって、で90度になるとファンが回りますから、うん、扇風機が非常に冷やす効果が上がった。今それ付け替えてる方もいらっしゃると。ああ、いらっしゃいますね、もちろん、はい、うん、はい、すごいですね、まあ、いろいろねお話伺ってきましたけど、うん、吉崎さんにとって旧軽車の最大の魅力は何ですか、はい、ね、まず税金が安いってことですね。自動車税が安いです、ね、軽自動車と同じ税金、軽自動車です、ね、ってことは昔のだから7200円、いや今1万2000円です。あ、上がってるんですね。上がったんですよ、ね、それであとはそのまあコンパクトなんで掃除が楽っていうことと、だから複数台持っても普通車のところに2台入りますから、あ、なるほど、これ2メーター90しかないんですよ、長さが、うん、で幅が1300しかないんで、1300、2トントラックの、私も車庫を今こういうトラックの2台をもらってきて、ええ、そこに入れてるんですけど、ギリギリ入るんですよ、1メーター30なんで幅が。だから運転席座るとちょっと体格のいい方だと肩が触れ合うって感じで、だから仲のいいご夫婦なんかでいいんですけど、険悪のご夫婦だとちょっと肩が並んじゃう、ね、あんまり良くないっていうか、はい、すごいですね、まあ、いろいろ、ね、お話伺ってきましたけど、実はですね、うん、今回旧軽車の実物をですね3台ご用意させていただいてますので、はい、ちょっとそちら見に行きたいと思います、はい。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。